奥村滝守から1951年2月10日は、アメリカ領ハワイ準州で活躍した日本人牧師。牧き清城協会と左派の軍部業の長男として、秋群田野村で生まれた、高知中学校中退。1885年に大阪府警に初期として就職したが、園跡にあたる片岡賢吉の影響を受けて、自由民権運動に身を投じ。 後藤小二郎のもとで憲白書作成に協力。保安条例により東京から退去させられた。批判後、大阪教会の宮川津ネテルから受選し、1890年に同志社人学校法護神学科に入学。卒業後の1894年7月にハワイ伝道会社の宣教師募集に応じて、ハワイに渡り、1904年4月に牧き教協会を創設。 1932年に建てられた教会建築の外観は、故郷の高知上天守を模している。布教活動の傍ら日本人移民の指定の教育にも取り組み、1896年ホノルル市に日本人小学校を開設。1910年には、中学科と高等女学科を加えて、布は中央学院と解消した。配日運動や、 日系人社会の内部対立などの難題に直面しながらも配日予防啓発運動を展開。さらに1927年、次世代の日系人リーダー養成のために日系市民会議を創設。同会議は日米海戦直前の1941年、夏まで15回開催された。太平洋戦争終結直後にはラジオで日米融和を呼びかけ、 1947年以降、たびたび日本への帰国を希望したが、願いは叶えられることなく1951年2月10日にこの世を去った。ありがとうございます。